はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。さあ、今回は羽田空港事故に関する話題です。今回は、ストップバーライト。ね、かなりね、イメージがガラッとね、変わるのではないでしょうか。で、羽田空港の場合は、視界が600メートル基準というものがあって、で、使用は管制官の判断。ね、ということ。で、ここのところをね、もう全面的に変えていかないといけないなと思いました。実はね、視聴者様からね、こういうコメントをいただきました。ね、まあ、リンクをいただいて、で、まあ、このストップバーライト、ね、あるので、ということで、まあ、情報をいただいてたので、確認したんだね、これね。で、このストップバーライト、これね、これ、まあ、この方の海外の動画なんだけども、こういったもんなんだね。で、まあ、夜間とか、あとは天候が悪い時とか、国際基準だと550メーター、ね。で、羽田の場合は600メートル、ね。600メートルの視界がない場合に、ね、使う。それ以外は、管制官の判断っていうことなんだけど、本当ね、これ、海外では、積極的に、その、視界がどうのこうの限らず、使っている空港っていうのが結構多いんです。で、そうでなかった空港も、日本の事故をね、見て、積極的に使用することをね、決めてる国も多いです。それでね、本当ね、このイメージなんだよね、やっぱりこれがあるとないとでは、全然違う。これがね、通常。だからね、特にね、あの時はもう暗かった。ね、どっぷりと日が暮れて暗かった。でも、羽田空港の視界600メートル基準、ね、あるということで、管制官の判断で、つけないっていうよりも、去年の4月からメンテナンスで、使える状態ではない。ね。でも、あの事故の時に使えていたとしても、600メートル基準はね、必要なかったんだっていうね。国土交通省の。じゃあ、去年の4月から、ね、あの事故の当日まで、じゃあ、一度も600メートルの視界が見えない、ね、基準に、要は該当したときは、じゃあ一度もなかったのか、どうなのか。9ヶ月間の間、一度もなかったのか。もし一度でもあったとするならば、ね、危険だったってことでしょ。でね、もう、この見え方からすると、そもそもおかしい。ね。で、このイメージ、これね、皆さん、おじいはね、ストップバーライトで、なんかこう、てん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 でもね、もうちょっと上がるけど、実際ではこの等間隔でこうやって怒っていれば、いや、本当わかるよね。あの日、あの時、あの場所で、あの暗さで、ね、これっていうのが、もしついていれば、ね、利用されていれば、でしょ？赤い線は、停止、ね、停止を意味するもの。ね。で、これも、要は、補助として、その位置をね、ここだよって知らせるものなんだけれども、まあ、そもそも、このストップバーライト、ね。で、ここでやったら、これがついてストップで、GO の時にはこれがパッて消えたりとかね、信号の役目のするものもっていうことで、で、これらのものって、これもう、パッと皆さん見ただけで、これを見て頭の中にイメージを植えてから、もう一度この記事を見ると、国土交通省って、の言ってることって、それをストレートに言うと多分バンになるんで、言わないけども、皆さんの頭の中でね、浮かべてほしいと思います。で、その国土交通省のね、発言を聞いて、じゃあ、特にね、羽田空港を、じゃあ、使う気持ちになりますかっていうね。
本当あのジャリキーね、ジャリキーの、あの信頼性でこれからもジャリに乗りたいっていうそういうコメントは来ていた。ジャルを使いたい、でも羽田は使いたくないよねっていうね、そういう気持ちになるというか、あの日本の空港どうもこれ大丈夫なのかなって思うよね。ただあのストップバーの話をすると、ストップバーに集中するんだけど、そうではなくて、すべてのセキュリティ、あの、今回の話題に上がらないもの、すべてにおいて、ね、あの、いろいろずさんなものがある。そして、国土交通省の、言ってることとか判断っていうのは、そういうものなんだっていう、本質的なところを考えてもらいたいんだよ。こめろして、ぽめろして、ぽめろして、ぽめろして、こうやったって言ったら悪いだ、悪いだ、じゃなくて、じゃなくて、ね、どこをどう変えていくべきなのか、ね。もう一歩先が必要なんです。改めて見ると怖いよ、これね。この、ね、誤進入を防止する目的で、ね、まあ、その炎上して5人が死亡した事故だよ。俺が死亡したので、誤侵入を防止する目的。誤侵入を防止する目的なんです。くらい、誤侵入を防止する目的で、滑走路手前に設置されているストップバーライト、停止線灯が事故当時メンテナンス中で運用を停止したことが分かった。まあ、しかもたまたまその時、ああ、たまたま運がなかったよね。このたまたまが9ヶ月なんだよ。ね、で、国土交通省への取材で分かった。ただ、国交省は運用停止した場合でも、ね、ここが怖い発言なんだよ。ただ国交省は運用していた場合でも見通しの悪さや管制官の判断で使用するかどうかを決めているとし、これをだ見通しの悪さや管制官の判断で使用するかどうかを決める。だ見通し、これはあの600メートル基準なんだけども、じゃあ600メートル基準があったらつけなければならないって定義されているのか、600メートル、見えなかったら、使うかどうかは、それでも管制官の判断なのか。ね。ただ、でも、じゃあこの事故が起きた時に、じゃあ見通しが悪かった時だとしたら、この言葉はどういう言葉になってるんだろう。ね。たまたまの時には、視界があったんだって言ってるけれども、ね。国交省は運用していた場合でも見通しの悪さや管制官の判断で使用するかどうかを決めているとし、事故当時は使用する条件に当てはまらなかったとしている。だから何？それが何？停止線灯は滑走路への誤進入を防ぐためのシステム。国際民間国際条約の付属書では、夜間などに活用することで誤進入を予防策の一つとなり得るとしている。羽田空港にも1998年に導入され、事故が起きた新滑走路に設置されていた。ね、で、ここの言葉なんだけれども、ね、まあ、管制官が離陸を許可するまでは、誘導路の赤色の停止線灯が点灯し、ね、ここだよ。管制官が離陸を許可するまで、誘導路の赤色の停止線灯が点灯し、管制官から滑走路への進入が許可されれば、停止線灯が消え、誘導路の中心線が点灯する仕組みだ。羽田を含む全14空港で導入されている。ね、国交省によると、羽田空港の停止線灯は去年4月からメンテナンスのためにっていうね。で、これ、つまり、この内容を見ると、この停止線灯が管制官のね、要は離陸許可が出るまではこれをつけて、で、許可を出した時にこれが消えるというシステムなんです。こんなにわかりやすいものはない。そして、ここに書いてあるもの、どんなに視界が良くても、ここにある要は停止線、これね、赤いやつ。これはなくならないんです。消えないんです。ここに道路に書いてあるものは消えないんです。ここのラインだよっていう示してるだけなんです。ただ無線で許可が出たら中に進む。でもこの停止線灯はダメだよって言ってる時は赤くついていいよってなったら消える。
同じように見えて同じではないとおじいは思います。これはね。で、国交省によると羽田空港ではね、指定が600メートル以下または管制官が必要と判断した場合に使われる。で、この羽田空港ではっていうね、この羽田空港では600メートルで管制官が必要と判断した場合っていうのは、これは誰が決めたんだろう。羽田空港ではそうしてるって誰が決めたんだろう。で、このルールを国土交通省は知らなかったのだろうか。そういったことってあるのだろうか。羽田空港ではこのルールでこれはこうしますっていうのをちゃんと受けて、それで承認するなりなんなりしてるのではないだろうか。違うのかな。管制官が進入を許可した際、手動で、ね、手動で停止線の点灯を消し、進路を点灯させるという。担当者は仮に運用中だったとしても、事故当時は指定が5000メートル以上だったため、条件に当てはまらなかったと話す。これって、どういうことかというと、夜間の、ね、例えば東京とか大阪とか名古屋とか、ね、静岡でもお町の一角行くとね、四五二三区間も行くと、いいですか？真夜中でも24時間、ね、街灯に照らされて、ね、信号なんかなくても、ね、道路が全部見渡せます。車のライトをつけなくても見えるんです。昼間は視界が悪くなったら、ね、つけてもよし、つけなければならないというね、そういうルールはない。でも夜間はつけなければならない。日没後。無灯で走ってると捕まるんです。見える見えないの判断ではないんです。夜はライトをつけなければ無灯で捕まるんです。で、事故が起きたのは夜なんです。真っ暗なんです。ね。で、この指定が5000メートル以上あったとしても、ね、だから条件には当てはまらないんだったら、じゃあ車のヘッドライトも消すべきだよ。なんで、で、また昼間までなんでつくの？バイクなんか、特にずっとつけっぱなしでしょ？違う？車だってセンサーに反応して昼間でもバーンってこうつくし、違う？視界が見えるんだったら、いらないじゃん。なんでつきっぱなしなの？何のため？かっこいいから？もしかして。バイクのライトが、昼間でもバーってついてたら、うわー、かっこいいライトついてるって、勝手にみんなが喜ぶからついてるのかな？そうなのかな？だとしたら、空港も同じようにね、視界が見えるからね、そんなかっこつけなくてもいいじゃないかっていう、そういうことなのかな。ねえ。だ本当にね、この条件に当てはまらなかったっていうのは、何かあった場合の言い訳のためにある。これはね。本当ね、これ恐ろしいんだよね。で、国際民間国条約の付属書は、いかなる指定や気象状況でも誤信用が起こる可能性を指摘。で、夜間及び、で、この夜間及び、このね、この550メートル以下の夜間ではないよ。夜間及びっていうのは、この夜間っていうのは状況関係なく夜間なんです。この550メートルも関係ない夜間なんです。夜間及びっていうのは夜間、そして、その他には、ね、夜間は全部夜間。日没から日の出まで。そして550メートルを超える指定であっても、停止線灯を使用することが効果的な、ね、誤進入予防策の一つになり得ると記載している。だから国際民間航空条約の中にこういったものがあるのに、なんでこれを参考にしない。で、ここにはちゃんと夜間。夜間、夜間。ね、夜間。
でこれはあの見方によっては夜間もしくは550メートル。でも夜間及びだから夜間でも敷けなくてもいいよ。あの550メートルをこれで視界があればこれは敷けなくてもいいよっていうそういう意味なのかもしれないし、どっちにも取れる。でも積極的に敷けることに予防策の一つになるって書いてあるんだよね。誤侵入予防策の一つになる。ここに国際民間国条約で誤侵入予防の一つとなるって書いてあるのに、なんでなんだろう、ね、だからあの羽田に限らずこの国際民間国条約にいろいろなものについて書かれてると思うけど、そこに書かれているものを推薦しているものをとりあえず全て 100% それ以上に取り入れてこそ日本の空はね、あの世界どこを見ても安全を意識しているということがね、あの言えるのではないかなと思います。もうただでさえ飛行機の数に対して管制官少ないんだから、どんどんこうなってるんだから、なんであのやらないんだろう。でこの時にあの羽田空港の事故が1週間で27件ちょっとさっきコメントもらったんだけど、ものすごく羽田の事故って去年だけでも20何件ぐらい、ね、あるみたいで、でそういったものも踏まえてなぜ、そういうところをね改善しないのだろう。だから本当にせっかくこういったものがあるわけだから、この日本の中でもいろんな空港で、ね、そして羽田も含めて誤侵入のインシデントはいっぱいある。ただあわやこうなった場合だ、あわやじゃなくてただダメだよって、ね、入っちゃったっていうのはただのインシデントで大元にはならないけど、こうなった時にたまこがこうもうこのポジションだったっていう言ったら、これが重大インシデントとして出てるだけであって、全体的には誤侵入というものはものすごくいっぱい起きてるわけなんだから。ね。だからその誤侵入のトラブルが多いんだったら、その予防をなんで入れないんだろうっていうね。本当ね、これはおじいが、このイメージがね、もうちょっと違ったんだけど、これはすごい画期的なというか、いや、これは、本当もう予防線張ってるっていうか、これあって当たり前だよねっていう。でこのシグナルって、まあ、見えるわけだから、ちゃんとね LED でね見えるわけだから、ただやっぱりあの止まるべき時にはついている、で行っていい時には消えるっていう、そういうもんで管制が手動でやるものなんでね。だからそれをやればいい。ただなんで判断なのかというと、実際は国交省もしたように、こうやって飛行機は増えて管制官は、ね、減っている。だからウェイトが、レッドテトリス言ったらもうさらにものすごい難面でピューピューピューの状態。そこへ持ってきて、もう一手、二手、つけて消しての余分な行為。それを一日、じゃあ一本の離陸に対してつけて消してをやってると、一日でものすごい操作の回数になるでしょ。だからそれをやってると無線にも影響があるし、時間がねまた省略しちゃうとかね、そうなっちゃうわけだから、だから根本的にね飛行機の数を減らすか管制官の数を増やすかで、基本的に一つの滑走路にはタワーとグランドと安全確認の、地上の安全確認のグランドと司令塔のタワーのコンビでやってるみたいなんで、ここのところをやたら増やすと、何かあった場合、あんたでしょこれは、そっちだと思ったみたいな、こういうのがあるから基本的に間違いないようにやってると思うんだけど、ここ、もう、増えすぎて、ここのところのキャパが根本的にね、人手が足りないのもあるんだけども、このキャパオーバーしてるので、ここの問題を何とかしないと。だからどん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 格安空港、いいよ、どんどんやって、頑張って、頑張ってってね、ウェルカム、日本いらっしゃいとかね、だから本当オリンピックとかね、なんだ、あれは、万博か、ね、世界からいらっしゃいって言ったって、こんな危ない空港、世界の人をね、呼び込んで、ね、命を危険にさらすわけでしょ。ね、恐ろしいことだよ。
ジャパンに行くのは命を捨てに行くのと同じだって言われるよ、本当。だ昨日本当視聴者様からこれをね教えてもらって、ね、あのこんなものらしいよ知って、ああと思って、これがついたら経営対象とかあって、もう本当イメージがガラッと変わったよ、ね、ガラッと変わった。だ本当ね、この国土交通省のこの言い訳なんだけれども、これね、仮に運用中だったとしても事故当時はって、いや仮に運用中でも運用中じゃなくても、たまたまこの時は視界が見えただけであって、ね、じゃあどうするんだよ、9ヶ月間の間に視界が悪かった時になかったのか本当にっていう、そこのところはどうするんだ、ね、何の役目なんだ、9ヶ月間何もなかったからね、これからもないんだ、そうなの。だこういうものね、で人の命がね、命の灯火が消えてから日本という国は問題が大きくなると、あれこれじゃあこうしよう、そのこうしようはもともとあるものでやってればね防げたものなんだから、だから日本っていう国はあまりにもおかしい、アホすぎるね。だこれなんとか賞とかなんとか賞とかついてるとこって本当アホの集まりなんだよ、アホホイホイ、ゴキビリホイホイって、あの昔の時代あったんだよ、こうやってあのね、こうやって粘着のあるテープのあるやつでね、あのちょっと工作みたいにこうお家を作るんだよ、でそこの中に餌パラパラって巻くと、あのゴキビリがペラペラって匂い嗅いでピタって、でうわ粘着で離れないっていう、ゴキビリホイホイっていうのが昭和の時代はあったんだよ、そういうのが。もう今の時代はもっとね、新しいやつがなくなっちゃったと思うけどもね、本当ね、なんとか賞とかなんとか賞っていうのは、本当そのね、あの、おバカさんホイホイ。ね。そんなおバカさんがね、あの、税金泥棒をしながら、ね、あの、実に腹立たしいよね。だ我々国民の命は、ね、どうでもいい。ね。こんな感じ。だ本当ね、あのまた別に拾いたいコメントがあるんだけどもね、こんなコメント来てたよ、オリンピックだとか、あれ万博だとかね、つまんないところにアホみたいな金をね、つぎ込むよりもこういうところに使えね。だからあの最近のあれで言ったらね、辛坊さんっているでしょ、であの人はで公務員って無駄だ減らせとかって言ってね、さぜ否定してて、そういったものはあったけど、でもあの人 の基本こぶしの自由って言ってるのは自己責任っていうことと、あとはその税金の要は使われ方と無駄遣いなんだよ結局。だからその税金の使われ方、それが無駄に使われてるものがね多いから、そういったものをなくせっていうことなんだよね。で間違ったこと言ってるわけではないし、あの人ね、で公務員はね、あの多いんだどうのこうのってね言ってるのも、確かにそういう話題はあの人が一人が思いついて言ったわけではなくて、あの昔はそういうのがあったんだよ、いろいろ何してるんだか、いや、じゃあ、ああ、ああ、っていうのがね、結構いっぱいあったんだよ、昔は。今は逆に少なくなっちゃったけども、ね、時代が違う。ね、で、だからそのね、しぼさんの言うね、税金の使われ方に問題がある。で、無駄に使ってるものがあれば、本当に必要なところに使うべきであって、ね。だからね、そこのところをね、ものすごく言ってる人だったんだね、あの人はね。で、あとはいろんなことはね、自己責任なんだっていう、そういう厳しい面も持ってたんで。で、今日はね、一個コメント来てたんだよ。結局は税金でね、
1000万ぐらいかけて吸収したんで、あの燃料費は何百万なんでね、なのでせめて燃料費ぐらいはあの払った方がね、よかったねって言ったけど、いやもう税金であの国が日本人をね救うのは当たり前のことなので、まあ、そこに税金を使ったっていうのはもうしょうがないよねっていう。ただあの新聞社は確かあの湘南、海の湘南だかなんだかのそういった機関のところに500万円の寄付をしているので、もうあのそれで燃料代分ぐらいはあのちゃんと寄付をしている。だから税金として国庫金にあの寄付をするのではなくて、そういうところに500万円寄付してるんで、ちゃんとね。おじいだったらどうしたかなっていうと、その時に一緒に500万円あの寄付して終わりではなくて、おじいがもし辛坊さんだったら毎年毎年100万円ずつ、毎年毎年ずっとね、もうクリスマスと同じように毎年毎年そこのところに寄付をする、ね、それを続けていれば、あ、辛坊さんはあの時のことをねご自身の忘れないために、そして、あの時のことはね本当に大きなことだってね、毎年毎年辛坊さんはあれからね、ね亡くなるまで毎年こうやってやってたんだよって言うと伝説になるね、本当あのいろんな話にね美談になる、ね、でも本当あもうそれも500万寄付したんだからねでも切りついたんだね、いいのそれでってね、そうなっちゃうと一応表向けとそれで言ったからこうやって言われるからこうしちゃったんだろうってしちゃったね言われちゃうので本当ね、あの人は本当好きな人嫌いな人ってのがいるんで、あの人に言って影響力もあるし、そんなに間違ったことは言ってない、言わないので、あの人だから影響力があるし、なんかズバッといく人なんで、ただあの人はヘラヘラしてる、すでにヘラヘラしてる言ったもめみたいな感じなんで、なんかそんな感じで見るんでね、本当ね、どんなこと言ってもなんかこうヘラヘラって言ってるから腹が立つっていうのがね、あるだけなんだよね、本当ね。まあそんなわけでね、それはね、ちょっとこんな秘書さんのコメントにもあったよっていうことであって、ね、今一度皆さんも活字で見てるだけの停止線灯とかストップバーライトっていうイメージから、現実にはこういったものなんだよっていうのを念頭に置くと、またイメージが変わったのではないでしょうか。で、泊まりの時にはつく、行ってもいい時には消す、ね、そういった機能をするものがストップバーライト だとしたら、これはやっぱりね、視界がいい時はいらねえだよって言っても、でもあって余分なものではないでしょ、あってね、でそのいやあってついてるのはねもったいないとかね、そういうのがあっても、その人の命をね守るためにもったいないはないと思うんだよ。だってこれが100億かかろうが1000億かかろうが5000億かかろうがね、5000億かかったって人一人の命を守れるもんだとしたら安いもんなんだよ。命っていうのはお金に代え難いものだから、これはね。だ本当ね、海上保安庁の亡くなられた方の年収お給料を考えてみると割に合わないんだよ、本当に。で、すごく過酷な任務をやってるし、で、その割には、給料、ボーナスをもらっても、通常の 楽して、ただ、へーんって寝てるような公務員に比べたら、ちょっと微妙に多いだけで、割に合わないよ、本当。で、威張れるわけではない。どうでしょう？警察庁とかだと結構威張れるじゃん。ね、海上保安庁なんて威張れる場所がないじゃん。どうでしょう、海上保安庁の、隊員で何かで威張ってる人って見たことないでしょ。だからこうやって任務の現場についてる人って本当に割に合わないし、で国からそんな風にね悪者扱いされたりとか、ね、こいつらが悪かったんだとかね、うっかりしたんだとか、それで済まされたらね、本当に家族が浮かばれない、本人浮かばれないだけじゃなくて、本当にこれからの子供たちが
海上保安庁にで仕事をしたい頑張りたいという気持ちがなくなっちゃうよ本当。ああこんなところで一生懸命があって被災地のためにやっててもね自分たちが 100% ね悪いとはわからないのにねみんな気がつかない僕らが集まってたんだあやっぱ国にはこの支援された国土交通省からねで警察庁から来てねなんだ業務上過失致傷でね機長はやられるわってねいやーもうパイロットはやりたくないっつってねそんな責任まで来んのかとかねだ同じ公務員だったなんだったらねあんだったら警察の方が威張れるかなとかね消防の方に行くとかお役所の方に行くとかねそっちの方がいいないや海上保安庁は合わねえなーっつってテレビで見ても実際には中国船にボコボコぶつけられたりとかね大砲を撃たれたりとかねどんなに弾で中国船に撃たれても照準でバーって合わされても海上保安庁は放水しかできないシューッつってねちっちゃい船でこんなにちっちゃい二重湖の海上保安庁に対して中国船こんなでっかいので集団で来るからね今知ってる？でこれに対応して日本も大きいの作ったよ、ね、今までなしても早くて逃げられちゃうから大きいの作ったよしても数が違う向こうはそうでっかいのに集団で来るのにこれじゃ、ね、できましたよっつっていや全然お話にならないっていうね。だ本当国民に知らさないまま命を危険にさらされてるね。すでに365日尖閣諸島とかねあっちの方の北方領土の方とかそういう隊員たちの苦労が国民に全然知らされていない、ね、だから今日本の皆さんこういうことが起こってるんですってね本当に動画で知らせてくれた隊員がいた、ね、あれをね風化させてはならないんだよ絶対に。おじも一番言ってるけど自衛隊にしても何にしてもねとにかくバカなことをする本来やるべきことをやらないでねやんなきゃいけないことをやんないでやんなくてもいいことをやるっていうだからバカみたいなルールおかしなルールでこれ使うのは判断だとかね使わなくてもいいんだとかねそういうコメントもいっぱい来てるけども使ったらいけないそんなわけじゃない。使うのが望ましい。ね。本当にね、バカみたいなものを作るなって。だから、海上自衛隊でね、朝、ご飯とパンを選べて、両方食べた。で、懲戒処分。ね。バカでしょ？これは食べた隊員がバカじゃなくて、食べたいんだもん。お腹空いてるから、頑張るために。ね。だから、おじいちゃんは、ご飯ぐらい食わしてね。本当ね、税金の使い方がおかしいんだよ、本当。あとなんだっけ、カレーね、うん、カレーを食べる権利がない職員が、ずっと何年間かカレー食べてたっつって、紹介を受けたんだけど、カレーぐらい食わせる。ね。そう、カレーを食べて、で、ね、美味しいカレーだっつって、で、任務を頑張ってるわけなんだから、ね。いろんな警察庁でもね、365日でとんでもない数千人超えるような警察官がすごい悪いことしてる。満体かもしれない。ね。ほとんど変態ばっかり、警察庁は。変態ばっかり。ね。女性のとこ侵入したりとか、カメラ仕掛けたりとか、盗撮したりとか、襲ったりとか。ね。警察庁は変態の集まりなんだ。ほんとね。そんな変態を取り締まれ。ほんとね。本当におかしいんだよ。そんな変態に払う税金はない。我々はそんな変態のために血税払ってるわけではない。ね、だから自衛隊のカレーも食わしてやる。ご飯もパンもね、おかわりも自由に払いっぱい食って、その代わり頑張ってくれっていうね。だお相撲さんなんかも同じよ、確か。もう腹いっぱい、とにかく食って稽古しろってね。お前は入ったばっかだからお茶碗一杯だとかね。そういうのはないよ。とにかく腹いっぱい食って、ね。先輩後輩はあるみたいなね。先輩が先食べて、って言ってたね。
あるかもしれないけど、だって飯ぐらい食わないと、ね、お話しはない。だからその税金、つまらないあのオリンピックの無駄とかね、オリンピック自体が無駄とは言わないけども、あのそこまでやらなくてもっていう。だから日本はエコであの抑えてオリンピックをやるって最初言い出して、こんな時期だし、いろんな あれもあったし、ね、それを乗り越えて開催するって。だ日本のオリンピックはお金をかけずにいいものを作るって、それを最初に言ってたはずなのに、どこにもお金をとんでもなくかけるオリンピックになった。ね。なんだっけ、アジカバンじゃなくて、なんだっけ、何時間だっけ、なんとか時間みたいな、あんじゃん。顔の面積のここだけに、目と鼻と口が集中した、お化けじゃなくて、なんとか時間ってなかったっけか。あったよね、確か、なんとか時間っていうのを。もうあれはもうなくなっちゃったけど、よいしょ、ね、もうないよね、ほんと。ね、名前は忘れちゃったけど、ね、元首相、漢字一文字の元首相ね、うん、名前は忘れちゃったから言わないけどね、まあ、言ったらえらいことになるから思い出さないと思うけど、ないなぁ、ほんと。ないなぁ、ね。ないなぁ。消えちゃった。ほんとね。ねえ。でも、女性をバカにしてるどうのこうのってね、でも、最終的にはこの人の力がね、あった人ってね。こんな感じの、なんかあったでしょ、なんか、切り株かなんかの、なんかなかった。だからこういう顔の人っていいじゃん。ここに集中してっていう。なんかね、こう髪の毛がこうやってやって、おへがこうやってやってっていう。で、まあいいや。またね、はい、そんなわけで今回はストップバーライトについてね、この写真を見たら、皆さんもイメージは変わったんじゃないですか。これはいつもつけるべきだよね。昼間でやろうが、信号機ちゃんと見えるでしょ。見えやすいよね。何のためにあるの？誤進入防止のためだよねってね、うん。だからね、こういったところから改善していかないと、ね、検討するではなくて、検討じゃなくて、やれよってね。スピードを持って。世界はそれを見てね、もう使うことにしようとか、もともと使ってる国もいっぱいあるわけだし、日本は遅い、何にしてもそれをまた検討する、ああでもないこうでもない、ね、だからニュースを見てこう、これやらマネーについてもね、こちらの方をまた導入を検討してとかね、あとはそうでなくても使うことをまた検討してって、その結果がどうなるか分かんないよ本当。一生検討、おーって、これも、あ、じゃあもう使うんだって、じゃあ安心だ、じゃなくて、検討してるだけだからね、ただね。私が当選したら、予約してみます。減税します。これは必要ないんです。私に虚偽一票を。で、当選したら、おい、公約守れよ、嘘つきってな、なんとでも言え、へーみたいなね。そういう人たちっていっぱいいるでしょ。で、なんでそんなこと言ったら、ウィーって、ね、まあいい、繰り返した。ね、はい、終わりましょう。じゃあね、バイバイ。